デジタルヒノテウルトラデジタルヒノテシリーズはデジタルイクイップメントコーポレーションのノートパソコンのブランド名。初代のデジタルヒノテはそれまでのラップトップ PC より小型薄型軽量な筐体で注目を集めスリムノートという新ジャンルを成立させたヒノテシリーズ最初の製品である c c c t の機種で展開され CPU はそれぞれ SL エンハンスド 486SX33MHz、デラックス 250MHz、デラックス4 7 5ヘルツであった。型番の数字部分か2桁がクロック数を表し C はカラー液晶搭載の E、CT は TFT カラー液晶内蔵を示している。日の手 475CT の厚さは4 3 5ト、mm、ル。 あり、薄さを追求したラインではない。ニッケル水素バッテリーが採用されており、ペンティアム搭載の後継機である日の手、VP シリーズではトラックボールが廃止されたチパッドに変更された。電化版の位置づけではあるが、475CT の発売時の定価は45万8000円であった。もっとも当時は TFT カラー液晶が非常に高価だったため、 DSTN 液晶搭載の 450CT で、あれば30万8000円となる。1995年に発売された薄型ノートの走りといえるノート PC である。ユーザーの間では、デュとも表記された。43万 3433C、450C、475CT の4機種で展開され、型番はデジタル、日の手と同様。 型番の下2桁が CPU クロックを示し C がカラー液晶 CT が TFT カラー液晶の搭載を表す433はモノクロ液晶搭載モデルであり厚さは 25.5mm だったカラー液晶搭載モデルの厚さは 30.5mm であるポインティングデバイスはトラックボールが採用されたボタンはボールの周囲を 楕円型に取り巻く独特のデザインで上下に分割されていた。上の小さなボタンが2ボタンマウスの右ボタンに当たり、円周の大半を占める下のボタンが左ボタンに当たる。メーカーサイドでの101キーボードへの交換サービスも行われていた。バッテリーにはリチウムイオンバッテリーが採用され、3時間程度の駆動が可能だった。バッテリーパックは キーボードスタンドを兼ねており、折り返して、キーボードに傾斜をつけることができる。当時のノート PC はキーボードに傾斜をつけるために、伸縮式のスタンドを底面に内蔵していることが多かったが、バッテリーを折り返して、キーボードスタンドとするアイデアは革新的だった。デジタル日のテウルトラシリーズは1スピンドル PC で、フロッピーディスクドライブは内蔵していない。バッテリーパックを折り返した時に、 デスクとの間にできるくさび型の空間に付属品のフロッピーディスクドライブドックが収まる。この他、PCMCIA スロット付きフロッピーディスクドライブドックや CD ロムドライブやステレオスピーカーを内蔵したモーブルミディアがオプションとして設定されていた。この当時のカラー液晶内蔵ノート PC は一般に高価なものだったが、 デジタルヒノテウルトラシリーズはその中でさらに高価な存在だった。TFT カラー液晶搭載の 475CT の発売時の定価は52万8000円である。1996年4月に発売されたデジタルヒノテウルトラの後継機である。ペンティアム搭載 TFT 液晶 SVGA サイズの採用 Windows 95プリンストールが特徴である。 当初は c t s 五千百、c t s 五千百二十、c t s 五千百三十三の三機種で展開され、マイナーチェンジで l t s 五千百三十三、l t s 五千百五十の二機種が展開された。型番の読み方は、先代のディグルトルヒノテウルトラと同じで、CTS は SVGATFT カラー液晶搭載の位、e、5はペンテアム搭載、下3桁は、 クロック数を示す。CTS シリーズは10.4インチ液晶、LTS シリーズは11.3インチ液晶を内蔵していた。底面積は仙台と変わらないため、バッテリーパック、ドッキングステーション等の流用が可能だった。CTS は厚さ、28. 2 8 2トルと仙台のカラー、液晶搭載モデルよりさらに薄くなったが、液晶サイズを拡大した。 LTS では 30.5mm と仙台と同じ厚さに戻っている。重さは CTS シリーズが 1.8kg、LTS シリーズで 1.9kg と同世代の他メーカー軽量機種と同等であった。搭載ソフトは海外メーカーによくあった。OS 以外はソフトは何も入っていない構成で、エイクロバトリダー2.1トランザイトにスライドショー、サイドキック95のみであった。 本機も相当に高価で CTS5120 の発売時の定価は598,000円、LTS5150 では728,000円に達する。1997年9月に発売されたデジタルヒノテウルトラ2の後継機である。MMX Pentium を搭載、XGA 液晶の採用、Windows 95もしくは NT4.0 がプリインストールされており、 着脱式の CD-ROM ドライブを内蔵している。トラックボールは採用されず、タッチパッドとなった。当初、VTX5166M、GTX5166M の2機種にそれぞれ、Windows 95、NT4.0 をインストールした計4機種で展開された。VTX は12.1インチ液晶を、GTX は14.4インチ液晶を、 内蔵しており、底面積はデジタルヒノテウルトラ、デジタルヒノテウルトラ2と比べて大きくなっている。厚さはそれぞれ 33mm、36mm で重量は 2.3kg、2.7kg である。厚さ 30mm 程度、重量 1.8kg 程度であった従来のヒノテウルトラシリーズと比べると肥大化が否めない。価格は 非常に高価で NT4.0 プリンストールの GTX5166M では1018,000円と100万円を上回った。d e c は1998年にコンパックと合併したためデジタルヒノテウルトラシリーズは本機で打ち止めとなった。d e c で開発されていたヒノテウルトラ2000の後継機は合併後コンパックから アルマダ6500ウルトラとして発売された。ありがとうございます。